あれでも俺どうやってセーブチェックするのこれ。ドラねえバカ野郎。これ経験値あれ残ってる。あれなんで残ってるのこれ。あれ経験値なんかちょっと増えてるな。なんで。え、なんで。これどういうこと。でもちょっとだけ残ってない経験値。これどういうことなの。仕組みが分かんねえな。まあいいや、ちょっとだけ残ってんだったらいちいちやり直さないでいいや。でも待てよ、さっき俺キングクラブとか倒したよな。やっぱ30増えてるはずなのになんか増えてねえぞ。なんでだ、なんで。あ、その後に死んだからか俺。だからこいつとにセーブすれば一回、一回はセーブしなくても大丈夫なんだ。まあよくわかんないけど、まあいいや。わかったわかった。中間セーブみたいなのあるんだな。じゃあやっぱこまめに話しといて損ねえや。いや、わかったよ。こまめに話すわ、じゃあ。まあ、まあ、まだいいだろ。さすがに5しか食らってねえんだからね。これは俺は油断をしてるわけじゃない。慎重の中にも効率は必要だ。慎重になりすぎればいいというものではない。世の中単純ではない。うん、10で死ぬんだったらなんで11で死ななかったのさっき。腹の立つ。いらねえよ電磁バリアを。もうこの世の中から消せよ電磁バリアを。何が楽しくてこんなバリア張ってんだこんなやつなのに。このウルトラマン梅干しを 常食してるな。常に唾液を分泌してる。買って。待てよ、このゲーム本当に面が少なすぎるよな。もうあの湖の中のやつと、あと入れないとこ、宇宙船みたいな、あの2つしか行ってない場所ねえだろ。めちゃめちゃ狭くね、あまりにも。まあ多分別の星に行くんだろうな、ウルトラマンだけに。この星はもうあの、おそらくあの2つのステージで終わりなんだろうけど、おそらくあの2つクリアしたら次の星とかじゃないと狭すぎだからな。なんだこいつら、いい加減にしろよ。何がキングクラブだよ。必殺来い、必殺。ここで必殺使わなくてどこで使うんだよ。なんなんだよもうこいつは。くそよ、え、まあ光の戦士じゃねえこんなやつ。あまりにも弱い。本当になんでこんなレベル上げしなくちゃいけねえんだよ、最初のダンジョン行くだけなのに。もうキングクラブいい加減にしろこいつら。経験値70ぐらい持ってないと割り合わねえよこいつ。はあ、マジでふざけんなこんなの。70ぐらい持ってるよそんな1年だったら。おかしいだろ。惜しいランス。今だ必殺矢沢氷。死ね。よし、八つ咲き氷気持ちいい。八つ咲きにした感はある。よし、これでこまめにこのアホに話しかけることで徐々に状態保存近づいていってるぞ俺は。あと70近づいてるじゃないか。そうだ、レベル5に上がったらもうまず手始めにこの研究所破壊しよう、スペシウム光線で。もう用済みだこんなやつは。最終的にこの研究所破壊する俺は。そうじゃなければ気が済まん。お、まずはこっちで八つだけ打って
よし、いいぞ。先行取った。もう炎やめろ。お、いいぞ。これで先に倒せ。よし、ナイス。これで勝った。見てろ。もう食らいすぎなんだよ。スペシウム、先スペシウム。よし、危ねえ、しんどかった。帰るまで減速。よし、あと44。俺を止めることはできない。レベル5にやったら一体何が起きるというんだ。今から楽しみだ。お、いいぞ。しかもこう最高の並びじゃねえか。俺騙されない。もう確認する癖ができたからな。さあさあ、よし、銃で倒した。ナイスランス。俺はもう騙されない、こんな罠に。マジでうまい、ペスター。こんな雑魚のくせに軽減時銃持ってるなんて、うまさしかない。てよし、確認。いいぞ、いいぞ。あと12。これも陸で戦おうか。こっち切る。ふん、ガッツなんていきなり攻撃されてもなんともねえよ。死ね。デス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 。よし、あと6。いいぞ、あと1ガッツレベルアップ。その前にレベルアップをより完備なものにするためステータスをチェックしておこう。攻撃14、必殺26、防御108。よし、より完備なものへ。笹平、お前大して原始持ってないだろ。死ね、クソ平。朝平ごときが、ほんとこいつクソだな。読んで出てくんじゃねえよ、もう二度と出てくる。よし、この研究所が滅びるまであと2の軽減値よ。盛大に爆発しやる。ふざけんな、絶対たらかねえからこんなやつら。早く一番弱いやつ連れてこい、チロール星人。まあ、ガッツはいいだろう。近づいてきたぞ、レベル5の瞬間。サービスしてもらおうか。レベル5のパワー、まず HP が6。これはまあなかなか悪くない。攻撃16、必殺26、防御110。さあ、もうさすがにこれでいけるだろう、エースのところに。これここ下に行った方が早いだろ絶対。ふん、お前らなんてもう、お4体でも敵じゃねえぞお前らなんて。まずこれ、なんで倒せねえんだよ。ふざけんなマジで。なんで攻撃上がったのに10なんてランスが出るんだよ。全然ダメージ減ってねえし。はあ、はあ、こんなんで戦いを生き残れるわけねえだろ。もう知らん、俺はもう何も考えずに行くかな。知らん。逃げりゃいいんだよ、逃げりゃいいんだよこんなの。よし、いけ。もうは、もうよし、連れ去れ。こいつナイスマンだな。なんてナイスなやつだ。よし、このチロ、このテロチロスよく出てくるな。ナイスだ。そうだ、
もう広いよ。しかも宝箱みたいなのはいつ一個もない。コクがない。もう洞窟の楽しみよ、よこせ俺に。なんで洞窟に宝箱が一個もねえんだよ。くっそうだ、ただ苦痛なだけだ。お前洞窟にはやっぱそれなりのいい宝があってこその洞窟だろ。もう何年か率だけ高くなるんだよ。もう年か率だけ高くなって迷って宝ないってもう最低かよ。なんだよこれ。あれでもこれとしてレベル5になったから確実に逃げられるってやつか。もう最低のゲームだなほんとこれ。ハートなくなってるぞ。もうハートなくなって単発フォルダ入ってるぞこれ。いつの間にかこんな最低のゲームを続けてる、続ける記録はない。クソゲーだこれはもう。ナイスマンだ。テロチロス、テロチロスのみにしてくれ。俺に面会できるのはテロチロスだけ。テロチロスを通してくれ俺に会うには。いいぞ、俺はテロチロス以外と会う気は毛頭ない。いとー、よくここが分かったな、ウルトラマン。エースはこの通りだ。お、なんだお前、メドロン星人。この体力で勝てるのか？でも勝てる。勝たなきゃならねえ。確かに強く、もうここで必殺技だろ、お前。もう雑魚戦であれだけ生きてたくせに。やつだけ。もうなんで必殺技出ねえんだ、ここで。ここだろ、お前、必殺技使うところ。何このヒーロー、倒せ。うおー、近っ。一人称僕なんだこいつ。南にある謎の円盤基地位置が怪しいのは分かったのだが、バリアが張ってあり中に入れないのだ。その辺の情報を集めてみよう。よっと、この人ついてんだ。トコトコついてきた。やっやっと二人になった。やった。レッドビーム吸収、攻撃必殺防御。あ、防御引く、防御88って大丈夫なの？俺より20も低いじゃん君。あ、カプセル。何これ、カプセルって。は、なんでお前こんなもの持ってんだよ。え、エースしか使わねえんだけど。何、なんだこれ。もちろんガバドン。意味がわからないけど、とにかく回復した。何この挑戦力、エースやばすぎる。怪獣は、何これ。まあガバドもちろん減るよな。え、どういうことなのこれ。敵を拾えるってことで、こうしたらなんかこのエースのものになるとかじゃないの。てあれっていうか、え、ウルトラマンの経験値が表示されないんだけど。エース君には経験値あるのかい。エース君にもある。あ、これ経験値、これ2人とも一緒なんだ。統一されてるんだ。カプセルって何これ。ほんとカプセル怪獣って、え、これとして使えるの限られてんの。え、嘘でしょ。拾えるよねまたこれ、もちろん。まあ、そこんとこ怪しいからちょっとあんま使わんでも、俺ひょっとしたらものすごい無駄なところで使ってしまったのかもしれない。いやもうこれ二人になるだけで、ていうかさ、勝ったからよかったけどさ、きつすぎだろ。最初のボスまであまりにもきつい。よし、やった。こんな次のレベルまですぐだぞ。しかも二人一緒にレベルが上がるんだから。な、戦力が増えすぎて、戦力が上がりすぎた。あまりにもエースが神すぎる。しかもこれスペース的にもう一人いるから、多分ウルトラセブンあたりが
つえ。この演歌率も苦にならねえわ。これだけサクッといけるんだったら。でて素晴らしい。いや、あのキングなんちゃら、キングなんだっけ、忘れた。あいつらぶっ壊しに行こう。すげえ経験値がボコボコ上がっていく。まあ、アイテムあるのかな。取りに行ってみるか、アイテム。ですです。今日は。もうなんかアイテムありそうだよな。電磁バリアもう出ないシステムにしてくれよ、俺の。電磁バリアロックしてくれ。でお前なんで数だけは取り入れだったのに。でザコが長生きしよるわ。くたばれ。全体攻撃じゃねえのか、今のとして。嘘でしょ。全体攻撃なんてあるの、このゲーム。エースやべえのに、さすがに。ちょっと体力がやばい。早くしに行くか、一回。これやべえわ。エースがやばい。俺のエースが。使える男エースが死んでしまう。ここに来て全滅とか絶対嫌だからな、これ。ちょっとこの使える男エースが死んでしまうから。いきなり襲ってくるな。やめろ。ちょ、エース、あぶね。このクソが、ちょ、八つ咲きじゃ済まんぞこいつ。16咲き氷、16等分にしてお前の実家に送りつけてやる。おい、あぶねえ。なにこれ、どうなってんだ。まあられもない姿になってしまった。もうちょっと、なにこれ、どこ、ここ。もう右上なんで行かなきゃよかった。もうちょっと待てよ、これ死ぬかもしんねえぞ本当に。なんでテロチロスがこんな強いんだよ。うわ、もう最悪。これどこ、これ本当にどこ。どここれ本当に。てかあっちで道合ってたの。ラッキーじゃねえよこんなの。エース君、もう嘘でしょ。立ち直れねえよ、ここで死んだら俺。もうカプセル怪獣なんて蹴散るんじゃなかった、あんなところで。使うべきだったガンガン。なんだよこの敵の容赦ない強さは。強すぎだろ敵が。頼む、使える男エースを俺はもう失いたくない。よーし、いいぞ。テロチロスが両親を取り戻しつつある。これ下か。そうだ、思い出してきた。この下に行くんだ。もう何もいらない、何もいらない。俺を助けてくれ。何もいらないんだ。もう何もいらないって言ってるだろ俺は。ただ命だけは欲しい。よし、あぶねえ。ただ俺は命だけは欲しい。頼む頼む。よし、あー、まあでもキングクラブかける3じゃないだけいいね。これ最後のチャンスだな。もう逃げたら終わる。逃げミスったら終わる。もう出るなよ、絶対出るなよ。
まだある、まだある、まだあるぞ、まだある、いっと、奇跡、奇跡が起きた。こんなことが。奇跡が起きた。生き残ったぞ俺は。あ、カプセルってそういうことなの。なんだよ、じゃあ使えばよかったよ。全員使えんのこんなの。使える男エース。お前はまさにエースだ。